特徴か、見たままだがな、使い古しているものはいい。それ新たな感想ですよね。でなければ重い副作用が出る危険性を見て見ぬふりなんてしないはずだ。え、やば。ましてやそれを隠蔽するなんて。え、やってんなあいつ。もう少し君とその一緒にいたくて。え、かわ、え、かわいすぎんか。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。トローレのブルマ続きからやっていこうと思います。エピソード5、思い出の咲く場所、行きましょうか。 NEXT。 この前の面会で聞いた言葉が頭から離れない。プロジェクトコードベアトリーチェ。まさかハルト君がその研究員だったなんて。あ、ハルト君はどこまで思い出したんだろう。ううん、ここで悩んでいても仕方ない。今は自分にできることをしないと。あれがなんだっけ、なんとか様がいるのか。いらっしゃい。こんにちは。ちょうどいいとこに来たね。はいよ、これお客さんにもおすわけだ。なんかちょっと声がラッカラッカラッカしてる。え、ヘリウムの風船ですか。おいよ、いいだろ、こういうの。なんていうか、夢があってさ。夢。ヘリウムガスに夢があるのかい。はあ、俺こういうの好きなんだよ。よく遊園地とかで配ってるだろう。あ、風船。あ、風船なんだこれ。ヘリウムガス本体じゃなくて風船なんだ。でもこの島でシールドって子供がいないんじゃな。まあそんなわけでたくさん余ってるからよ、持ってってくれ。ああ、なるほど、ヘリウム風船か。ヘリウムしか見えてなかった、ごめん。なるほど、それは夢があるわ。こんにちは、監視さん。またあなたですか。本当に熱心ですね。はい、今日も監視さんにワインを持ってきました。あなたには叶いませんね。ありがとうございます。なんか話がスムーズに進むようになってる。すぐ言葉はいらないな、もう。あ、彼が気に入ってる書籍をご存知ですか。いえ、知りませんが。サンテクジュベリの星の王子様好きなの。私も好きだよ。え、共通点あるね。星の王子様。大切なものは目に見えないという言葉は大人になった今でこそ考えさせられるものでもありますね。そう、そうだね。うん。彼がなぜ気に入っているのかわかる気がします。忘れないようにちゃんとメモをしておこう。俺が面会で倒れた日のこと覚えてる。覚えてるよ。あの時に聞こえていた音思い出したんだ。何の音だったのか。秒針の音だ。君が持っていた懐中時計のあの音、前にも聞いたことある。いや、今更。え、でも待って、あのさ、懐中時計さ、なんだっけ、松崎様みたいな、なんだっけ、なんか松下様みたいなやつが持ってたよね。ってことはよ、やっぱあいつは黒幕なんじゃないかって思っちゃう自分がいるんだけど、ちょっと早通してるかい。どうなんだろうね。ハルト君がメッセージで書いていた懐中時計が引っかかる。でもあの懐中時計は監視さんに渡してしまったから調べようがないな。もう一度言って話を。あ、あれ、あの懐中時計ってあの松崎様のものじゃなかったんだ。あれ、気のせい。勝手にあの人のものだと思った。違ったのか。今日はどうなさいましたか。以前お渡しした懐中時計ですが、まだ持ち主の方にお返ししてなければ見せていただくことってできますか。懐中時計ですか。残念ながらもう持ち主の方に返してしまいまして。その持ち主の方ってどんな方ですか。どんな方とは。それを知ってどうなさるおつもりですか。今これ以上立ち入ったことは聞けなさそうだな。他渡ってみよう。そんな答えないで帰っていいものなの。めっちゃ怪しまれそうだけど。いらっしゃい、今日はどうしたんだい。以前に預かった懐中時計のことでお聞きしたいことがあって。あ、あの懐中時計のことか。ちゃんと届けてくれたんだってな、ありがとうよ。それで聞きたいことってなんだい。あの懐中時計ってどなたの持ち物なんですか。名前かい。どこにあったっけな。預かった時に聞いたはずなんだが、おかしいな、どこにあったっけか。すまん、忘れた。腹立つ。散々引っ張ってこれ腹立つな。え、
どこかにあるはずだ。どこかに。ここでもない。わかるよ、その気持ち。あれ、どこに、あれ、どこあったっけ、あれっていうの、すごく気持ちわかるけどさ。こりゃ、看守なら知ってるんじゃないか。その看守じゃダメなんだよ。そうしたいのはやめまなんですけど、ちょっと難しくて。あの懐中時計って何か特徴みたいなものありましたっけ。特徴か。見たままだがな。使い古しているものはいい。それ、あなたの感想ですよね。それと、あれは機械式だったな。コチコチって音が好きなやつは使ってたりするんだが、いちいち転売を巻かないとならないんで、少しめんどくさいんだ。おお、なるほど。いちいち巻かなきゃいけないんだ。あまり持ってる人はいない感じですか。古いものだからな。今は売ってないだろうよ。持ってるやつも少ないんじゃないか。あと、あれは、なんて言ったっけか。最近物忘れが増えてきていけねえ。ちょいと名前は思い出せないんだがな。確か、文字盤の向きが上下逆。え？文字盤の向きが上下逆？それ時計としての役割果たしてるの？文字盤が上下逆？そうそう。12時じゃなくて6時の方向に鎖がついてるんだ。あ？ 12 時じゃなくて6、あの小さい針のこと？なんていう名前か忘れちまったが、特徴で言ったらまあそれくらいか。ありがとうございます。すごい絞り出してくれた記憶を。今聞いた特徴を原田くんにも話してみよう。あの懐中時計だけど、調べてみていくつか分かったことがあったの。分かったこと？文字盤の向きが上下逆なんだって。6時の方向にチェーンがついてるみたい。文字盤の向きが上下逆。あ、それ俺がやめて。ごめん、途中で送信した。何か思い出したの？ N じゃない、 6?6 だね、ギリシャ文字の 6? なんだ、俺が見た文字。逆さまの文字盤、ポケットから取り出した時に見やすいように、俺が見たのと同じだ。思い出した、面会で話そう。おう、何が何だかよくわからんが面会するか。 OK、 面会開始。こんにちは。こんにちは。ありがとう、早速来てくれて。いいえ、とんでもないっす。こんにちは、ハルト君。メッセージは中途半端なところで止めてごめん。いいえ。頭の中を整理したかったんだ。あの状態では説明しきれないと思って。どうして文字盤だと思ったの？開けたところを見てないよね。うん、見てはいない。でも多分合ってるはずだよ。音が同じだったから。音が同じ？あの懐中時計の文字盤を俺は他の場所で見たことがある。あ、時計の音が同じってこと？ん？いや、でも時計の音って大体同じじゃない？え、違いあるのかな？記憶をなくす直前に最後に見た光景、俺が見たのはあの懐中時計の文字盤だった。え、それって一体？その前に話しておきたいことがあるんだ。先に。うん、なんだい？話しておきたいこと？そう、記憶を失った日のこと。あ、俺がどこに研究データを隠したのか、どうしてそんなことをしたのか。あ、そこまで思い出したと？わ、すごい、教えてほしいな。絶対理由があるはずだよね。あの研究は初めから何かおかしかった。え、亡覚の日、あの人が、まさきさんがよく口にしていた言葉だ。それを聞くたびに胸騒ぎがした。嫌な感じというか、まさきさんが患者さんではなくもっと別の何かを見ているような気がしたから。え、そこじゃ、正樹様には何か目的があってそのプロジェクトを進めていたのか。でなければ重い副作用が出る危険性を見て見ぬふりなんてしないはずだ。え、やば。ましてやそれを隠蔽するなんて。え、やってんなあいつ。絶対犯人あいつやん。それってまさか。君の想像する通りだと思う。このプロジェクトの話を最初に持ってきたのは正樹さんだった。その話を聞いている時は
彼が何かを隠しているようには見えなくて。あ、そうだよね。ハルト君には隠し事できないもんね。色が見えちゃうから。でもそれすらもうまく隠してるのか。だから初めの方は俺も彼のことを信用してた。でもそれがそもそもの間違いだったのかもしれない。臨床試験前、試薬を投与したマウスの行動に異常が見られたんだ。え、そのうちの何匹かは死亡した。やば。安全性の低さから、その試薬はまだ人に使える段階ではないと結論付けた。それなのに正木さんは安全性に問題はないと。やばい、あいつ本当やってんなすごいな。それを報告せずに試験の結果を改ざんするように言ってきた。やば。え、改ざん？相当だね、あいつ。もちろんそんなことできるはずがない。それで研究データを調べ直していた矢先に。え、どうした、どうしたの。薬の研究データとはまた別のものを見た気がしたんだけど。ああ、そこだけちょっともやがかかっちゃってるのが。記憶がごちゃごちゃしてなんか混乱する。ああ、一気に戻ってきたからね、記憶が。いいよ、ゆっくりで。もともとあのプロジェクトにはもっと別の目的があったのかもしれない。ああ、そうだろうね。俺の知らない別の目的。あ、そういえば亡学の日って何？まさきさんから聞いた話でおかしな点はなかった？別の目的って？それがわからないって。わからないって言ってんの。じゃあ、ああ、おかしな点はなかった？いや、具体的にこれと言えるようなものは何も。そんだけ計画的に準備進めてるやつがボロを出さないか。渡された書類にも特におかしな点は見当たらなくて。そっか、渡された書類。プロジェクトが立ち上がった時、ベアトリーチェの元となる物質はすでにあったんだ。その研究を引き継いで臨床試験まで持っていくことが当面の目標だった。あ、全部聞けるんだ。そういえば亡学の日って何？俺もよくわからないんだ。亡は忘れる、学は覚えるって書くみたいだけど。そんな文字あるのかな。すごいなんか正反対の言葉よね。辞書を引いても出なかったから。あ、造語なのかな。あ、そうだ。短い詩だったから聞いているうちに覚えたんだと思う。なるほど。別の目的って？ごめん、まだ思い出せなくて。ですよね、ごめんね。なんかただ全てがトントン拍子に進みすぎていた気もする。え、別の研究チームが資金繰りに苦しんでいる一方で、その何倍もの予算がこのプロジェクトには降りてきていた。どんだけ権力持っとん、あの人すごいな。理由はおそらくまさきさんの息のかかったプロジェクトだから。うわうわ、え、大丈夫？頭痛くなってる。急に思い出すとね。大丈夫、無理しないで。ああ、大丈夫。まだ少し思い出そうとすると頭痛がして。いいよいいよ、ゆっくりでいいよ。ありがとう、心配してくれて。いえ、俺あの場所で何か重要なものを見た気がするんだ。それでとにかく急いでデータをかき集めて、確か全て消した。え、あの部屋の中で。え、あ、じゃあ持ち出したんじゃなくて全部消したと。え、隠してるんじゃないっけ。全て消した。だからもうないんだ、そのデータ。あ、でもそれはいいことをしたと思うよ。そうだ、研究データを全部消し終えたところでちょうど部屋に誰かが入ってきて。え、絶対正木様やん。データを消すことにいっぱいいっぱいで人が来たことに気づかなかった。わー、顔は見たの？見たはずなんだけど。
覚えてないんだ。絶対正木様やん。ただ、いびつで色濃い感情が視界を覆い尽くしていた。いびつで色濃い感情、なんだろう、憎しみとか苛立ちとかそんな感じかな。それで息をするのも苦しくなって。大丈夫か？大丈夫か？心配だけどトントンするのもな。そう、懐中時計。懐中時計。倒れて記憶が途切れるまでの間、視界に入って。絶対正木様やん。逆さまの文字盤が見えた。耳元ではずっと秒針の音が聞こえていた。トラウマなりそう。あっ、びっくりした。監修。でもこれ、この話さ、ここでして大丈夫とかな。なんかさ、監修とかにさ、バレそうじゃない。面会終了のお時間です。大丈夫？うん、大丈夫。そっか、あの、お時間と申し上げたはずですが。ワインあげたやろ。もう少し、もう少しだけ話したい。え？かわいい。事件のことではないんだけど、その、C5 に入る前のことも、少し思い出して。あ、記憶の方ね。なんか浮かれてごめん。どうしよう。さて、すいません。ちょっと宅配便の受け取りに行ってました。ピンポーンとなって行ってきました。面会延長ですね。もう少し時間をもらえませんか？わかりました。あと少しだけでしたら。では、また呼びに参ります。最初からその少しを考慮して来てくれないかな？ありがとう。時間伸ばしてくれて。いえ。もう少し君と、その、一緒にいたくて。かわいすぎんか。それで、その、思い出したことなんだけど。はい。ごめん、浮かれて。帰国する前は、アメリカにいて。アメリカ？かっこよ。アメリカ？そう、アメリカ。通りで少しだけ英語、わかると思った。かっちょいいな。親戚のつてもあって、中学まではこっちにいたんだけど、卒業を機に家を出て、それで、高校大学と、そのまま向こうに。帰国子女ってやつやね。一人で生活するの大変だったんじゃない？随分と思い切ったことをしたんだね。どうして海外に？離れたかった。思い出から。ああ、そっか。ご両親のね。できるだけ遠くに。そっか。誰も俺のことを知らない場所に行きたかったんだ。ああ、そっか。気づけば、随分と遠くに行ってたけれど。いや、でもそうやってね、ちゃんと心を癒して自分の心を立て直すってのも大事だからね。でもそれが良かったのかもな。両親のことを考える余裕すらない生活だったから。そっか、そうだったんだ。それならどうして帰国を？C5 への就職が決まったんだ。あ、なるほどね。てっきり向こうでの勤務になると思ったんだけど、正木さんの研究所から声がかかって。じゃあ C5 はアメリカにもあるし、こう日本とかいろんなところにあるんだね、拠点が。若い人材が欲しいとか、俺も断る理由はなかったから、まあいいかって。軽いな。住む場所変えるのに軽いな。でもよくハルト君のこと知ってたよね。正木さんが何かの折に自分の論文とプレゼンを見たらしくて、その流れだと思う。かっこいい。なんか英語でプレゼンしてるハルト君みたいな。言語面も特に問題なかったから、呼びやすかったのかもな。なるほど。そっか。運命のいたずらだね。寂しくはなかった？急に環境が変わって戸惑わない？寂しくはなかったのかな。10年以上そこに住んどったっちゃろ。帰国といってもずっと向こうで暮らしてたんだし、住み慣れた町や友達と離れることになって。そうだな。あまりそういう寂しいとかいうのはなかったかもしれない。10年以上住んでて？離れていても電話もメールもあるし。ああ、まあ確かにね。もういろんなところで繋がれるもんね、今。
いちいち別れを惜しんでいたらキリがないから。うん、ドライいや、なんか心がちゃんとつながってるって証なのかもしんないけど、ドライでも時折あの街のことは思い出すよ。そうなんだ、いいところだったんだね。ずっと長い坂道が続いていて、その先に海が見えるんだ。晴れた日に坂の上から海を眺めると水面がキラキラと光って見える。めちゃくちゃいいとこやん。綺麗な街だった。いつか君にも見せたい。行きたい。二人で旅行したら楽しそうだね。また向こうに戻った時に会ってみたい人はいるの？会ってみたい人、そうだな、ハイスクールの時の恩師とか。お、先生。向こうに行っても俺なかなかクラスに馴染めなくて。ああ、そっか、言葉の壁もあるしね。それを見て声をかけてきた人がいたんだ。科学を教えていた先生だった。それで俺に言うんだ。君はどうしていつも世界が終わりそうな目をしているんだって。かっこいい海外っぽい。世界が終わりそうだなんて大げさだなと思った。でも今思えばその頃は俺も笑うことを忘れてしまっていた気がする。まあそっか、もうご両親亡くしてるからね、一朝一夕には心が回復しないよね。それからは断るごとに話しかけてきたよ。いい先生。勉強でわからないところはないかとか、きちんとご飯を食べているのかとか。めっちゃいい先生よ。最初は鬱陶しいと内心思っていたんだけど本当に俺のことを心配して気にかけてくれてた。ハルト君にも反抗期があったんだね。なんか安心したわ。だから俺も彼に少しずつ自分のことを話すようになったんだ。彼？なんかちょっとふくよかなおばさまを想像してた。彼なんだね。両親のことも話した。あと俺がどうして住んでいた場所を離れようと思ったのかも。あの頃はとにかく逃げたくて、周りのことすべてから。それを聞いて彼が言ったんだ。夜明け前が一番暗いと言うだろうって。おお、かっこいい。君はどう思う？彼の言葉。めっちゃかっこいいなと思う慰めるときにそんな言葉使いたいわ。なんだって、夜明け前が一番暗いって言うだろ今度から使うわ。かっこいい。夜明け前は実は暗くないよ。そういう話してないんだわ。うん、その通りだと思う。人の心理をついてるよね。どれ夜明け前って実は暗くない。まあ確かに暗くないよね。明るいよね、なんなら。どうだろう。人の心理をついてるよね浅い感想。そうだよな。でも俺にはその言葉がどうもピンとこなくて。うん。夜明け前は白明だからそのことわざは正しくないクソガキ嫌だろうなめちゃくちゃ頭いい生徒大変だね。そう答えたんだ。そっか。向こうからしたらどんな生意気な生徒だよな。うん、まあ否めないけども、うん、でもいいんじゃないかな。自分の考えをしっかり持ってるっていうことで。でもそんな俺に彼は腹を立てるわけでもなく、少し驚いてこう言った。科学的にはね、けれどこの場合は心を見るんだ。僕の心が見えるかい？かっこいい。なんか泣きそうなんですけど星の王子様だね。本当に大切なものは目では見えないんだなんでちょっと片言な？誰かがそう言ったからでなく、どうして自分にそう見えるかを考えるんだ。人にはロマンが必要だって。かっこいい。人生でそんな人に出会えるって貴重だね。彼がいたから俺は変われた。いい先生だ。
時間です。お部屋にお戻りください。くそ、いいところで監修。あ、もう時間か。くそ。俺が学生時代を過ごした街を君に見せたいと言ったこと、あれ嘘じゃないから。わあ嬉しい。もうここを出たら絶対旅行行こう。本当？ああ、約束。はあ、約束。や、約束。え、コホン。甘酸っぱい空気にコホンってなってる。じゃあまた。またね、ハルト君。いや、いい先生、あんな先生に教えてもらいたいわ。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。イバラでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。